guys, welcome back to my channel. 皆さん、こんにちは。今日この動画では私の、Notion のページをツアーしていこうと思います。かれこれ半年前ぐらいにライフスタイルの整え方という動画で、私の Notion のページを、ね、ざっくりと紹介したんですけど、まあ、約半年経って私の、ね、Notion のページも変わったし、最近あの Notion のページを見たいですという、ね、コメントをいただいたので、今日はあの実際に私の Notion のページを皆さんとこう共有しながらね、じっくりとツアーしていこうかなと思います。はい、それでは、早速、私の Notion ページを紹介していきたいと思います。まず私は、Notion のトップページっていうものを作りました。で、このみゆきずヘッドクォーター HQ ヘッドクォーターは本当にこうトップページみたいにしてて、このページから全てのいろんな違う各ページへと、ね、飛べるようにしてます。で、Notion のいいところって本当にあのデジタルバージョンのブレッドジャーナルみたいな感じで、あの例えばここのアイコンを変えることができたりとか、私は今クマちゃんにしてるんですけど、あとここのね背景カバーの、背景を変えたりとか、写真にしたりとか、こういうね絵にしたりとか、もちろん自分でねアップロード、好きな画像をアップロードしてねここに埋めることもできます。で、私はあのこのトップページって結構こう自分の本当に一番よく見るページだなと思ったので、まあ、好きな色緑をこのねカバーとして結構シンプルな感じに仕上げました。はい、で、上から順番に見ていくと、まず最初に2021年のテーマということで Intention for 2021、 自分が今年、ま、テーマにしたいというかこう心がけたい、ま、マインドセットっていうのをここに、入れてます。 Stacking small habits とか 1% improvement every day、 本当にこう小さなことをコツコツ積み重ねるっていった意味なんですけど、それをね毎日心がけたいなと思ったので、ここに、一番最初に2021年の、まあ、インテンションとして入れてます。で、こっち側2021年のゴールとビジョンボードっていう風に書いてあるんですけど、この三角の小さい部分をクリックすると、下にガッてね開いて、でそれぞれ、今年の3つのね主なゴールと、あとこのゴールをベースにそれをねこう画像としてビジュアルとして起こしたものっていうのをここにね貼り付けてます。で、この三角、これをね作るのはすっごく簡単で、例えばこのプラスボタンを押して、でこの三角マークですね、このタグリストっていうのを押すと、例えば何でもいいです、ここに2021年のゴールっていう風に書いて、でこの三角の部分をクリックしてここに新しく何でも書いていく感じですね。で、こうやって片付けれるようにしてます。はい、でここが、ゴール、2021年のゴールとビジョンボードっていうのを入れてて、その次に、ウィークリースケジュール、まあ、1週間単位の予定っていうのを私はここに入れてます。私がノーションを使うとか一番よく何を使うかっていうと、やっぱり日々のトゥードゥーリストとかを管理するのにねこのノーションを使うので、一番使うものっていうのをもう上に一番上にね持ってきました。で、まず最初にこのウィークリーアジェンダっていうのがあって、ここは1週間の中で、終わらせたいタスクとか、ね、やりたいことっていうのを、書き出していってます。で、それぞれ書き出した、ここに書き出したものを、ま、月曜日から週末日曜日までの間にこうやって振り分けていく感じですね。で、例えば今日が、ま、火曜日でね、今 YouTube の撮影をしてるので、 YouTube の撮影終わったらここにチェックみたいな感じで、トゥードゥーリストをここにこんな感じで書き起こしていきます。で、1週間例えば終わったとするじゃないですか、3月の1週目が終わった、そしたら2週目もまた同じように月曜日から週末までこうトゥードゥーリストをね作っていきます。で、これがまあ1週間単位になるんですけど、もう一つ1ヶ月単位でもなんかこう大きくね、スケジュールをちょっと組みたいなと思った時のために、一応マンスリーオーバービューっていうページもね、このまた別にねページを作ってます。で、ここを開くとまた違うページに飛ぶんですけど、私今回はここにね、空の綺麗な画像を入れて、でアイコンはねアボカドにしてます。で、ここは、さっきの1週間単位と違って、まあ、1ヶ月単位で、なんかそういうねタスクとかを一目で、ね、見れるようにしてます。タスクとか、まあ、予定とかをね。で、3月の本当に自分が優先的に終わらせたいこととかタスクっていうのをまずここにね書き出してます。まず最初に、確定申告で、その次に、YouTube のビデオをねちゃんと
上げたいなと思ったので YouTube ビデオで、そしてウェブサイトのリニューアルですね。でこれがまあ3月ね、あのいろいろタスクはあるけど、特に自分があの絶対に終わらせたいなって思うね、トッププライオリティですね。で3月をまあ1週間4週に分けて、1週間目2週間目3週間目4週間目、でそれぞれあの、ね、それこそ自分が2週間目にこういう予定があるとか、例えばこのファミリートリップとか何でもいいんですけど、そういう、もうあらかじめ決まってるタスクとか予定っていうのを立てていきます。でこれがまあ3月の、1ヶ月単位での、パッと見れるタスクとか行事になります。で、アップカミングマンスっていうまた下に、例えば来月とか再来月みたいにまだまだちょっと時間はあるとか先のことだけど、でも決まってる内容っていうのをあの書き出していきます。はい。で例えば今3月のね1週目なので、ここのね1週間目でやろうと思ってるタスクをコピーして、で最初のトップページに戻って、で例えば今が1週間目なのでね、ここに先ほどのタスクをコピペして、でそれぞれのタスクをこうやって月曜日から日曜日までの間に組み込んでいく感じですね。で私はこのやり方がすごくあのやりやすいなと思います。っていうのもやりたいこととかやらないといけないことを、まあ、リストにするのは簡単なんですけど、実際にこういう月曜日にこれをするとかね、日曜日にこれをするみたいな感じで曜日ごとにタスクをちゃんと組み分けていかないと絶対にねあの終わらせることできないので、やろうやろうと思って終わることが多いので、私はね最近はこのトゥードゥリストを、まあ、1ヶ月単位とか1週間単位でそれぞれのね日に組み込んでいく感じです。で先ほどのこれがねマンスリーオーバービューで、この下が Google カレンダーですね。これはあのインターネットの Google カレンダー、別のサイトに飛ぶようにリンクを貼り付けてます。でここのコンテンツクリエーションとデザインプロジェクトについてはまた後ほど戻ってこようかなと思います。で次に来るのが、これはあのネットで見つけたちょっとおしゃれな画像ですね。こういう画像1枚貼り付けるだけでもこのノーションのページってすごくおしゃれになるかなと思うので、例えばなんかこう今ここにカバーが緑だったら、このね、こういう、こういう色とかも変えられるので、今これブラウン系にしてるんですけど、例えばこれをなんかグリーンにしてみたりとか、なんか色のテーマを決めてデザインするのもありなのかなと思いました。こう文字の色とかこういう背景色を変えれる、あとこういう絵文字をたくさん使えるっていうのがノーションのなんかいいところで、それこそ本当自分で好きなデザインにカスタマイズできるところがねノーションのまあ楽しいところでもあるかなと思うので、なんか皆さんもこういう風に画像を自分が可愛いとか思った画像をね持ってくるのもいいんじゃないかなと思います。で私はこのなんかピカソのねちょっと可愛い画像をね貼り付けてます。で次にこの左側ですね、これはハビットトラッカーって言って、毎日自分がこう習慣化したいことっていうのを書き出していきます。で私は2つハビットトラッカーを分けてて、1つ目がまあセルフケアですね。それこそジャーナルとか瞑想とかワークアウト、運動を、ストレッチで水をたくさん飲むみたいな項目を作って、で例えば今日あのジャーナルと瞑想したのでここにチェック入れるとか、まあ、こんな感じでなるべくこう自分が習慣化したいことをこうチェックとか記録付けできるようにしてます。でもう一つのハビットトラッカーが、こっちはどっちかっていうと自分の仕事とか、まあ、ビジネスについてのハビットトラッカーです。例えば今日インスタ更新したらインスタにチェックとか、あの YouTube 用の、ね、動画を撮ったらここにチェック入れたりとか、本を読むとかデザインの勉強をするとか、何かしら自分が目標としているものとか仕事において、ね、やらないといけないことっていうのをこんな感じで習慣化していくために、トラッキングできるようにしてます。はい。で次に、最後トップページの一番最後は、またそれぞれ別のページに飛べるようにこういう風にページを作ってます。で一番最初がこれマーチャンダイズって言って、ゆくゆくはねなんか自分のジャーナルとかなんかアートとかそういうこうなんか商品っていうんですかね、商品っていうのをマーチャンダイズを作って、でゆくゆくはねそういうの販売していきたいなみたいなね夢があるので、それ用のなんかこうアイディアとかインスピレーションをまとめたページです。でこのブックスっていうのは、これ最近ねあの他のノーションを使ってる方のテンプレートをねダウンロードしたんですけど、これはなんか読んだ本っていうのを
記録として残していく感じですね。ここの部分はまだね違う方のテンプレート持ってきたばっかりなので何にも触ってないんですけど、前一時期ねそのブックレポートをつけてた時はなんかこんな感じで自分の中で星をつけたりして、でなんか気づいたこととかなんか覚えておきたいこととかそういうのをこういう風にね書き出してました。で最近ねこのねブックレポートが全然追いついてないので、それこそなんか週末とかにね時間を取ってで読んだ本っていうのをなんかこういう風にねきちんと記録付けしていきたいなと思いました。っていうのも私すぐ忘れちゃうんですよ、読んだ本を。でせっかくなんかすごいいいストーリーとかいいことを学んだのにすぐ忘れちゃうからもったいないなと思ったので、こういうねブックレポート用のページを作りました。でこっちがファイナンスですね。でこれはまあお金の管理です。例えば自分の収入とか支出とか、特に私はフリーランスで、まあ、自分でお金の管理をしないといけないことが多いので、またこれはね別にページを作ってやってます。でこれに関しては結構個人情報みたいなのも入ってるのでちょっと今お見せすることはできないんですけど、でも YouTube とかでなんかそういうバジェティングとかそういうファイナンス系のノーションのテンプレートっていうのもねたくさん出てくると思うので、まあ、他の人のなんかいい感じのバジェティングの、テンプレートノーションテンプレートを、まあ、ダウンロードするのもいいんじゃないかなと思います。で次にこれラーニングですね。これはまた本とは別に、例えば自分が受けたオンラインコースとか、あと何でもいいオンラインコースとか、 なんかセミナーとか何でもいいんですけど、そういう時のなんかノートっていうのをここにね書き出していってます。それとかなんか YouTube とかポッドキャストとか自分が何かこう学びを得たものとかノート取りたいなって思った時にこの Learning っていうページ学習のページを開いてそこにノートを取るようにねしてます。でこっちが、レシピですね。でこっちも全然なんか勧めれてないんですけど、これはなんかお母さんとかおばあちゃんから教えてもらったレシピとかをねここにたくさん記録していきたいなと思ってて、でなんかこういうところに何こう記録していることによってなんか海外とか行った時家族と離れた時になんかちょっとお母さんのなんか料理食べたいなと思った時にこのねレシピがあると便利かなと思ったので、はい、なんかここはもうちょっとレシピたくさん増やしていきたいなと思ってるところです。でこのイングリディエンツっていうのは材料ですね。基本的にどんな材料がいるかっていうのをこうやって見れるようにして、でこのカントリーっていうのは、まあ、どこの国の料理かっていうのを入れていこうかなと思います。例えばなんかこういう長芋の鉄板焼きとか、あとマミーと私のおばあちゃんのことなんですけど、おばあちゃんのかぼちゃのスープとかはまあ日本食っていうのかな、なので日本ってつけて、このボロネーゼとかはまあイタリアなのでイタリアンってつけたりとか、でこのカテゴリーはアパタイザースープメインとか、まあ、メイン料理前菜スープ系みたいな感じでカテゴリーを分けるといいんじゃないかなって思います。でこれなんでカテゴリーとかこういうねカントリーとかそういうのがを設定するのがいいかというと検索しやすいんですよね。ノーションのいいところって、例えばこのレシピ今はこれだけしかないけどこれがグワーっていっぱい増えた時にここのねサーチのところを押して、じゃあ例えばその日本食が食べたいと思うならこういうジャパンって打つと日本のだけが出てくる、それとかメイン料理が、食べたいなと思ったらこういう風にメインのこのカテゴリーがメインって書いたのだけ出てくるとか、まあ、そんな感じでノーションは自分でそういうカテゴリーとか何かしらこうタグみたいなのを設定してで探しやすいのでね、でこういう色とかもねちゃんと変えられるんですよ。例えばこのアップタイザーの色なんかちょっと茶色で美味しくなさそうだなって思ったらこのカテゴリーのこのタグをクリックして、でこのアパタイザーの部分にマウスを置くとこういう風にねちょっと色が変わって、この右側の3つのポチポチを押すとこうやって色が変えれるようになります。だから例えばこれを何でもいいグリーンにしたりとか青にブルーにしたりとか、まあ、そういう風にね色も変えることができます。でもちろん新しいタグをねつけることができます。例えばカテゴリーこの中にないのなんだろう、何でもいいんですけど、例えばなんかスパイシーとかかな、なんか辛い料理みたいなのでこういうスパイシーっていうタグを追加することもできる、まあ、こんな感じで自由にタグをね増やしたりとか色を変えたりとかねすることができます。でこれがまあレシピのページですね。はい、
で最後にこの Travel、旅行のページっていうのを作りました。で今はねコロナで全然ねなんか旅行とか行けないんですけど、でもなんかこれから自分が行きたいなって思う場所をリサーチしたりとか、あと私はこのね旅行のページは結構ね持っていくものっていうのをパッキングリストっていうのを入れました。なんか結構海外に旅行するときとか、まあ、移住するときとかもそうなんですけど、何持っていこうかってすごい迷うんですよね。なのでこんな感じで、これはねネットからあのテンプレートを見つけてただそれを書き出しただけなんですけど、こんな感じで、まあ、エッセンシャル、パスポート、鍵とか、 なんかビザとかクレジットカードとか、まあ、必要なもの、絶対に必要なものから、あ、まあ洋服関係ですね、下着とか水着、靴下、パジャマとかで、あとエレクトロニックス、iPad、カメラ、本とか、なんかそういうね、あとパーソナルアイテム、まあ、こんな感じでカテゴリー分けして、でそれぞれいるものっていうのを書き出して、でこれまだね全然このリストを作ってから旅行に行くことが全然ないので使ってないんですけど、でももし海外に旅行行くってなったらね、このリストを見ながらパッキングするとね、忘れ物とか、まあ、必要なものが基本的に揃って、で安心して出発できるんじゃないかなと思います。でこのトラベルジャーナルっていうのもまだまだ私何も使ってないんですけど、なんかこれは自分が行った旅行先でのなんかこうジャーナル、例えば1日目何したとかで、写真とかもね入れられるので、このノーションってなんかそういう写真とかも入れていきたいなって思います。でこれはなんか京都行った時ですね、京都に行った時のページなんですけど、これもまだ全然進めてなくて、でもなんか進めていき方としては、例えばデイ1に何をしたか、例えば金閣寺に行ったとか、あと何でもいいんですけど、あ、金箔ソフトクリームを食べたとか、でこういう風に打ち込んでて、でなんか写真を入れるっていうのもいいんじゃないかなと思います。写真を入れるのもすごく簡単で、このプラスボタンを押して、でこのイメージ、メディアのイメージっていうところを押すと、ここにね自分でアップロードできるようになります。このチューズアイメージで、今ね全然画像がないんですけど、まあ、例えば何でもいい、こういう風に自分のフォルダに入ってる画像とかをこういう風にね画像として入れることもできます。まあ、こんな感じでトラベルジャーナル、旅行の行った先のジャーナルをつけていくのも楽しそうと思ったのでね、このトラベルジャーナルに入れました。これがまあ旅行のページですね。でまあこんな感じで、ここの、トップページの一番最後は、日々そんなにたくさん使うものではないけど、でも自分がページとしてまとめておきたいものっていうのをこんな感じで、整理してます。で一番最初のトップページに戻って、で次はこのコンテンツクリエーションとデザインプロジェクトについて見ていきたいんですけど、これは主に私が YouTube とかポッドキャストとか何かしらコンテンツを作るときによく使ってるものです。でこれも先ほどと同じように、ね、上の画像を変えたりとかアイコンをねおしゃれにしたりとかして、でこれはね自分のこう覚えておきたい引用みたいなのをここにね、埋め込んでます。でこのコンテンツ作りに関しては、まあ、自分が日々日々何をねコンテンツ作りたいかっていうのをねこういう風に書き出してって、であとテンプレートっていうのを作りました。例えば YouTube を作る時のテンプレートっていうのを私は自分で作って、なんかどういうタイトルにしようかなとか、サムネイルどういうデザインがいいかなとか、自分が撮影しないといけないなんかシーンとかっていうのをこうやってリストにしたりとか、あと私結構フリートークみたいなのをするのが苦手なので、だいたいどのビデオも何を話すかっていうのをこうやってねあらかじめ書き起こしていかないと全然喋れないので、なんかそんな感じでこういうスクリプトをね書き出したりしてます。でこういうテンプレートを作っておけば、なんか新しい動画を作るときにこのテンプレートっていうのをコピーして、で、これ下にねカレンダーがあるんですけど、例えば、今日新しいねポッドキャスト、YouTube を撮るとして、でここに移動して、でここでまたなんか何でもいい、今日今ノーションのビデオを撮ってるのでなんかノーションビデオみたいな感じでタイトルをつけて、で、こうやって書き起こしていく感じですね。でこれカレンダーのいいところって、まあ、そのテンプレートをこうやって今ドラッグして持ってきたんですけど、このカレンダーの中でもいろいろね自由に
何 日付を変えるっていうのかな、日付を変えることができてものすごく便利です。はい、なのでなんかこういうね、何月何日までにこの動画を上げるみたいなのは、なんか例えばこういうノーションビデオは明日水曜日までにアップしたいと思ったなら、こういう風に書き起こしていく。でそれ以外にも、じゃあ来週の水曜はポッドキャストを作りたいなと思った時は、なんかポッドキャストっていう風に、書き起こしてもいいんじゃないかなと思います。このプラスボタンを押すと勝手にこうやってページがねできるので、こんな感じで自分のコンテンツ制作のスケジューリングっていうのを行っていきます。で3月 あのコンテンツの、ね、スケジュール私まだ全然立てていないので、それこそねちゃんとこのノーション使ってね、スケジューリングしていこうかなと思います。だいたいねいつも月曜日か日曜日に YouTube は上げてるので、例えば YouTube ビデオ2、で、YouTube ビデオ3、まあ、こんな感じでだいたい日曜日に YouTube をアップしようっていう風に決めたなら、こういう風にあらかじめ入れておく。でそれ以外にも、じゃあポッドキャストは毎週水曜にしようっていう風に決めたなら、水曜日にこういうポッドキャストのページを作るみたいなのもいいんじゃないかなと思います。まあ、こういうカレンダーを作ることによって、なんとなくこうパッと自分がどういうこうスケジュールでコンテンツを作っていくかっていうのが見えるので、すごくね便利です。でカレンダーの下には、まあ、コンテンツのアイディアですね。これはなんかインスタのねメッセージでいただいたトピックのリクエストとか、自分がちょっとこの動画作りたいかもって思ったアイディアとかをひたすら書き出していきます。で私の場合はこのブログ系 Vlog 系とかライフスタイルデザインマインドセットとかジャーナルとかアートデザインみたいな感じで、なんとなくこうカテゴリーみたいなのに分けて、でそれぞれねこうアイディアを下にガーって書き起こしていきます。で例えばノーションツアーっていうね、このノーションの動画結構前から作りたかったので、このライフスタイルデザインのアイデアのところにあるんですけど、このアイデアを書き出したらこれをそのままドラッグしてこの上のカレンダーに入れるっていうこともねもちろんできます。だから、まあ、私はさっきこのプラスボタンを押して YouTube 作んないとって言って、このページを作ったんですけど、だから何を作ろうかなっていうのがこういう風にアイデアであったりとか、なんとなく決まってるなら、ここから上にね持ってきて、で予定を作るっていうのもいいんじゃないかなと思います。これが、まあ、私のコンテンツクリエーションのねページになります。はい、で、またトップページに戻って、次はこのデザインプロジェクトですね。でこれはあんまりなんか詳細をお見せすることはできないんですけど、これは私がデザインの仕事をするときに使おうかなって思ってるものです。これ過去のプロジェクトだったりとか、あと今一緒にね仕事をしてるクライアントのそれぞれのページっていうのもね作りました。でこれもさっきコンテンツクリエーションと同じように自分がちょっと意識したいこととか、まあ、画像っていうのを貼り付けてます。はい、これがまあちょっとざっとなんですけどデザインのねプロジェクトのページになります。これも最近作ったばっかりなので全然活かせてないんですけど、でもちゃんとしっかり使っていきたいなと思います。やっぱり結局一番使うのはこのトップページのこのトゥードゥリストがね、毎日の生活の中でねすごく使うので、ここはねできるだけまあオーガナイズして見やすくしたりとか、まあそういう風にしてます。はい、まあ、これが一応私のノーションのセットアップの仕方になります。で、ノーションはあと言い忘れたことがあるんですけど、例えば自分がよく使うページとかってあるじゃないですか。例えばね、何でもいい、このマンスリーオーバービューっていうこのページをよく使うとしますよね。でそしたらこのページをお気に入りすることもできて、このね右上のフェイバリットっていうページを押すと、この左側にお気に入りっていうページでここにね追加されました。でこんな感じですぐね自分の飛びたいなと思うよく使うページとかはこれお気に入りしていることによってすぐこうやってね飛ぶことができるので、すっごくおすすめです。はい、まあ、以上が、私のノーションの、ね、ページのセットアップの仕方になります。でノーションって、まあ、英語でしかねまだこう運営されてない、英語だからもしかしたらちょっと使いづらいなとかなんか難しそうって思う方ももちろん多いと思うんですけど、でも結構ね使い方は直感的で、
でそれこそね自分 の, あのバレットジャーナルとか自分の好きなようにデザインでねカスタマイズできるからすごいね楽しいし、あと自分の頭の中とか予定っていうのもねすごくこう整理しやすいので、ノーションをなんか整理してるとかね、自分のノーションの新しいページを作るだけでも私は結構毎回楽しんでね、できてます。はい、なのでこれからノーションをね始めたいなとか、今実際にノーションを使ってるけどあんまりデザイン気に入ってないみたいな人は、あの私が一応このねテンプレートを用意してるのでそれをダウンロードするか、もしくはね海外の YouTube の人とか海外の YouTuber の人とかでも結構このノーションツアーって言って、あの彼女たちのとか彼らのノーションのページっていうのをねこうやって詳しくツアーしてくれて、でテンプレート用意されてる方もものすごく多いので、まあ、そういう海外の人を参考にしてもいいんじゃないかなと思います。私も実際にこの自分のページをこうやってねデザインする前まではいろんな海外の人のそのノーションのね YouTube の動画を見ながら、なんかこう何このここかわいいと思ったセクションとかをこう真似したりとかねしてました。はい、皆さんもそんな感じで自分なりに好きなようにデザインしてみてください。はい、というわけで、以上が私のねノーションのセットアップになります。で一番最初にも言ったんですけど、ああやってねパソコン上で、まあ、ページをレイアウトデザインしたりとかタスクをねオーガナイズする、でそれって自分の携帯とかねタブレットにノーションのねアプリを入れると、まあ、連携することができます。こんな感じでパソコンでレイアウトしたものが、まあ、そのままちっちゃくなって、でこんな感じでね携帯に反映されてます。はい、なので私が外出した先でなんか明日何やらないといけないっけって思った時もこのノーションのアプリを開いて、ですぐにねタスクをね確認することができます。でチェック入れたりもねもちろんできます。で本当にノーションって、まあ、便利すぎて、それとかあと可愛いっていうのがねやっぱり私の一番のお気に入りのポイント、自分で好きにカスタマイズできる、だから本当にね触ってると楽しいと思うし、まだノーションね使ったことないって人はぜひぜひ英語だけど、ね、英語でちょっととっつきにくいなって思うかもしれないけど、でもね実際にこう自分のライフスタイルとかやりたいことっていうのを整理してって、でアクションとして起こしていくためにはこういうねツールを使っていくのもまあ一つのねストラテジーというか、まあ、やっておいた方がいいことなのかなと思ったので、はい、今日は私の大好きなノーションを紹介していきました。まあ、こんな感じで私が普段使ってるお気に入りのツールとか、あとまあ携帯のなんか使ってるアプリとか、どういう風な携帯とかタブレットの使い方をしてるかみたいな、もしそういうことが知りたい人はぜひコメント欄で教えてください。こんな感じで引き続き私のチャンネルでは、まあ、ライフスタイルデザインというテーマをベースにマインドセットだったりジャーナルだったり、こういうねノーションとか、まあ、ツールの使い方っていうのをね皆さんにご共有していこうかなと思うので、もしそういうね、自分を高めるとかセルフケアとかライフスタイルデザインというテーマにね興味がある人は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、というわけで今日もここまで動画を見ていただき、ありがとうございます。ぜひてか言い忘れたんだけど、テンプレートノーションのねテンプレートも、皆さんがダウンロードできるように用意してるので、これからノーションを始めたい人はぜひそのねテンプレートを、使ってみてください。はい、そういうわけで、Thank you so much for watching this video and I'll talk to you guys in the next one. Bye!